どうもおはようございます。中野敦です。それでは1本目の動画を撮りたいと思います。1本目は胸焼けや食欲不振、胃もたれを予防するための足もみをしたいと思います。まず最初に昨日もんだ胃に対応した足もみをまずもんで、このぷっくら膨らんだところのすぐ下、この辺りをまず念入りに揉む。反対の足も親指の付け根からぷっくら膨らんだとこがあって、そのすぐ下をまず念入りに揉む。よし。そして次に、さっき揉んだとこよりももう少し下、もう少し下を揉む。こう揉んで、そっから少し上がるローマ字の J のような、また形を描くようにして揉んでいく。しっかりと揉む。胸焼けや胃もたれを予防するために。反対も、胃に対応した足もみよりももう少し下。こっからローマ字の J を書くようにして、上に上がる。ちょっと。こうまっすぐ行って、上に上がる。それでは、この足もみは終わります。継続は力なり。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。